そうだ。 ありがとう。
야! 寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。世にも希少な世にも希少なヘクセン石だよ。さあ見てってよ、隣の女より安くしとくよ。なんですって。隣に店を出すなんて、売られた喧嘩は買ってやろうじゃないの。美しい。しかしお隣と同じ石のようだ。何か違うのかね。同じ石でも純度が違うよ。ほらよく見てみな。通って奥まで見える。不純物がない証拠さ。綺麗なもんだろご婦人。あなたの瞳には負けるけどね。まあ、なんなのよあいつ。ところで旦那、娘さんがいらっしゃるね。その人形ボルダーフォール製だろ。高貴な娘さんが欲しがる一品だ。うん、その通りだ。わかるぜ、娘には最高の土産を持って帰ってやりたいもんさ。だけどその人形で本当に満足かい。この石は俺の技術で磨いた一級品。見てくれよこの輝きを。娘さんはこの光を見つめて毎日こう思うのさ。お父様はどうしてるかしら、どこを旅しているのかしら。ねえ早く帰ってきてお父様。どうだい旦那、もう悩む理由なんてないだろう。確かに娘の喜ぶ顔が浮かぶようだ。面白い少年だ。一つもらっていこうか。毎度あり。さあご注目ご注目、世にも珍しいヘクセン石だよ。ここでしか手に入らない希少な石、価値は俺が保証するよ。私にもくださいな。うん、一つ譲ってくれ。毎度あり。いやー繁盛繁盛。おや、お隣さんはずいぶん寂しいな。今回は負けを認めるわ。舌ってこんなにうまく回るものなのね。お宅の舌は見せかけかい。お客の心も財布の紐も商人の言葉次第さ。何よそれ、調子いい言葉ばっか並べて。本当にいいものを見極めて提供するのが商人でしょ。客食と言ってくれよ。お客も満足してるだろ。でも商人は言葉が武器だ。覚えときな、もやし女。
レッサさん。よう。お。しょうがないな。ところで、うん、いいね。そんで、で、へえ、いや、そっか。そって。いいか。おいおい。おい。なんだって。おいおい。なあ。ちょっと。Hmph!
オマール。おい。Yes. Oh. トレさん、この程度では不合格。行きます。行く。うん。よっ。この程度では不合格。
戦いにしよう。キャッ、雷鳴よ、驚き響け。この程度では不合格。始めようか。さて、よっ、いくよ。さあ、始めようか。オマール。はい。君か、わしの下で働く気になったかね。それはお断りよ。もう少し賢明かと思ったが、金が嫌いな人間などおらんだろ。この男も大金で雇ったが、実にいい働きをしている。頭の固い元地主を力ずくで追い出した。おかげ。そんな、土地も人の心も金次第。金で動かぬものはない。どうだ少年、お前も雇ってやらんでもない。いや、やめておこう。先ほど名前を聞いて思い出したが、いつ父親と同じペテンを働くかもわからんからな。え？やめろ。そいつの父親は南の方じゃ有名なペテン師でな、あることないこと言いふらし、大金を手にした商人だ。だが、最後は自分が欺かれた。友人の借金を背負って、破産したそうだ。アリ。商売にとって、情報止めを曇らせるものはない。
バカな男だ。もっぺん言ってみろ。俺の親父を侮辱するなよ。親父は人を騙してなんかいない。親父の言葉はいつだってお客を幸せにしてきたんだ。何度でも言ってやる。お前の父親は負け犬だ。この世界じゃ儲けたものが正義だ。分かったか、この二流目。ちくしょう。わしの下で働く気がないならどこかへ売り飛ばすか。はした金にはなるだろう。モーロックさん、あなたの言葉には少しも共感できないわ。いくら大金持ちだからって人をバカにする権利はないわ。人を騙してるのはあなたの方じゃない。金鉱石を安く買い叩いて不当に利益を独り占めして、そうは問屋が下ろさないわよ。うるさい小娘だ。お、金の力を思い知るがいい。商売がたきってとこかしら。行くぞ。はい。マレフィックよ、向かって行きましょう。カルカ・ウェンド。傷を癒したまえ。よし、傷を癒したまえ。頑張り、オペリーテネブラ。そうだ、十文字切れ。さあどうで。マレフィックよ、逃がて。さあ本気。マレフィックよ、逃がて。こそは負けません。オペリーテネブラ。私の番。やっ。それではコングレアルクス。ここからが本番だ。はさてどうしようか。マレフィックよ、やて。注文受け入れ。私の番。さてマレフィックよ、やて。頑張ります、コングレアルクス。
せよ。示せ急所。負けません。これを。本気を出そうか。マルフィックよ、受かて。覚悟は大剣将ブランドよ。いい勝負。バカな。舐めないでよね。さあ、どうする？あわあわ、わあ、ふん、え、いい？へい！さあ、どうする？わトラさん。借りができちまったな。商人の世界じゃ借りっぱなしは許されない。いつか必ず返す。楽しみにしておくわ。あいつが言ってた通り、俺の親父はペテン師って言われてた。親父の詳細に嫉妬した同業者が言いふらしたんだ。親父が友人に騙され多額の借金を抱えてるのも本当だ。でも俺は親父が教えてくれたことを信じてる。言葉がお客を幸せにするって。親父のやり方で稼いで、いつか大金を持って帰るんだ。マリーなあ、大競売って知ってるか？港町グランポートで開かれる商人の祭典さ。世界中のお宝が集まって、各国の富豪やらお偉いさんがやってくる。そこで手に入らないものはないって言われるほどなんだぜ。はあ、俺はそれに出るのを目指してる。大競売で名が知れたら誰もが認める一人前の商人だからな。大競売か。うん、私も目指すわ、それ。言うと思ったぜ。私も一人前の商人になりたいもの。うん、いい目標ができたわ。言っとくが、半端なお宝じゃ門前払いになるぜ。望むところよ。素敵なお宝を見つけていくわ。じゃあまた競争だな。次に会うときはお前を顎で使うぐらいの大商人になったるぜ。顎
で使われるのはどっちかしらね。ちっとは口が達者になったな。じゃあな、もやし女。これが商人アリーとの出会いでした。最初はただの嫌なやつだと思っていたんだけど、今は良きライバルと思ってる。出会いってわからないものね。ともかく大競売という新しい目標ができた私は、手記の足跡を追ってビクターホローへ向かうことにしました。大競売に出品するとっておきのお宝を探すために。なんと！まさか。
ああ。よう。レオンさん。ああ。ジョーちゃん。そうだな。どうしたい？はい。へえ。うん。Mm-hmm.
よう。お。あのね。なんと。まさか。ほう。うん。実は。じゃあな。レオンさん。まさか。おお。
やれやれ。よし。船長、レオ船長。引き返しましょう。もう船が持ちません。バカ言っちゃいけねえ。奴より先に島に着くんだ。負けたらお宝はなしだぞ。しっかり舵を取りな、てめえら。しくしょうめ。俺の勝ちだ、レオ。そうらしいな、バルタザール。ガキの頃からよく船で競争したもんだが。なあ、クソ、腹立つぜ。悪いが、この島のお宝はこのバルタザールがいただく。ふん、勝負に勝ったんだ、好きにしな。お互いでかくなったもんだな。貧民街で生まれた俺たちは必死で成り上がった。でかくなることだけ夢見て略奪を繰り返してきた。ああ、強い者が弱い者から奪う。それが世の常識だぜ。変わらないな、お前は。なん、お前は変わっちまったのか。さあな。なあ、レオン。俺は別にな、海賊になんかなりたくなかった。なんだと。本当は商売人になりたかったんだ。お前がか。何の冗談だ、そりゃ。笑うなよ。ガキの頃は俺にも夢があった。世界中のお宝を売買して人と人とをつなぐって夢がな。海賊やってるうちにすっかり忘れちまってたが、近頃やたらにあの頃を思い出す。レオン、いつだったか話したよな。お前の宝物は見つかったか。
いいね、クジラも溺れるような大嵐だ。レオン、一勝負しないか。あの島に先に着いた方が勝ちだ。俺が負けたら、あの宝石をくれてやる。お前が欲しがっていた、あの宝石をな。ほう、悪くない話だ。で、お前が勝ったらどうするんだ？俺が勝ったら、お前の宝物をもらう。一番大切なものは。面白い。エルドライト。あ、レナ、レオンさん、トレさん。ここからが、うん、Thank you.
ここからが本番だ。なかなか考えがいがある。雷鳴よ、驚き響け。さあ、どうする？幸運の風よ、やれよ。負けません。サルサーウェンジャー、少しは成長できたでしょうか。戦いの準備はできているよ。戦いの準備はできているよ。行きましょう。クルターグラティエ、マレフィックよ、逃がせ。授業はこれで終わりだ。剣の騎士、押して参る。行くぞ。いやいや、アラゴトは好きではないのだな。行きましょう。
みなぎる力を。
か。エルドライト。あのね。ああ。お前の宝物は見つかったか？バルタザール。レオン、お前の宝物は何だ？宝物？さあな、ありすぎて答えられん。レオンよ、そいつは宝物なんかじゃねえ。なんだと？本当の宝物ってのはたった一つだ。そのためなら命を懸けられる。ガキの頃から散々お宝を見てきたのが、近頃ふと思うんだ。何のために生きてきたのか。本当は何が欲しかったのか。でも俺も力に任せて弱いものから奪いまくってきた。お前と同じようにな。だがいくら奪っても本当の宝物は見つからなかったのさ。バルタザールとの最後の勝負の後、負けた俺はずっと考えていた。負けたら俺の宝物をやる。それが奴との約束だった。俺にとって一番大切なものとは何なのか、自分に問い続けた。来る日も来る日も。だがついに思い浮かばなかった。で気づいたんだ。俺は何一つ手にしていなかったのだと。バルタザールと同じだったのさ。俺は海賊を続ける意味を見失っちまって、旗を下ろすことにしたんだ。それから時間をかけバルタザールの船を修復した。あいつの代わりに商船として漕ぎ出すことにしたんだ。それ以来ただの商船船長ってわけさ。ジョーちゃん、その宝石はやるぜ。取っときな。貴重なものいただけません。おら、こっちの手紙で十分だ。
俺にとっちゃその宝石はもうただの石ころさ。人には誰にでも宝物がある。財宝、土地、人、霊、世は魅力的なものばかりだが、本当に大切なものは一つだけだ。俺の宝物はもう見つけたんだ。あの船さ、バルタザールが教えてくれた俺の生きる道だ。レオンさん、ジョーちゃんの宝物は何だい？かりゃ人生めっけもんだぜ。じゃあな、ジョーちゃん。じゃあな、トレサー。あばよ、トレサー。再会したレオンさんは教えてくれました。本当の宝物はたった一つ。それが何かまだわからないけれど、きっと見つけてみせるわ。待っててね、私の宝物。さあ、出品する品は決まったわ。いざ、大競売の開催地、港町グランポートへ。なるほど。聖火のご加護。さて、
騎士、押して参る。さて、始めようか。覚悟はいいか。行きましょう。なかなか考えないな。マレフィックよ、うがせ。ここからが本番だ。十文字切り。なかなか考えない。マレフィックよ、うがせ。行きましょう。傷を癒したまえ。やっ、マレフィックよ、行かせ。この程度では不合格。これはこれは。どうぞ。
か。ん？実は。お水持ってきたよ。すみません、こんなにご親切に。いいのいいの、私トレサ、行商人として旅してるんだ。旅を。私はノーアと言います。よろしく、トレサさん。堅苦しいな、トレサでいいよ。はい、トレサ。ねえ、大丈夫？怪我とかなかった？私は昔から足が弱くて遠くに出たことがありません。小さい頃からずっと外の世界に興味がありました。きっと見たこともない素敵なものがあるんだろうなって。ですから、いつの間にか諦めてしまいました。ここには勇気を出してきたんです。私を変えてくれる何かがあるかもしれないって。私の宝物が。
る？はて。ええ。おお。トレサ君、トレサさん。
どれさ。あら、ちょっと、はい。さあ、さあ、ご注目、ご注目。あれは…これは…まあ…さあ、その通りで、もちろん。さあ、よし、毎度あり。いいですな。お久しぶり。ちょっと、もやし女。
え？かっかっか。しょうがないな。アリー、ありがとう。やれやれ。ご苦労。ええ。お。そうね。おいおい、さあどうする。そうはいかないわ。ご来場の皆様、そういやなあ、え？はあ？チッチッチ。ぐっ。
よし。え？ああ、まさか。やれやれ。よ。うん。実は。お。ちょっと。これは。なあ、おお、戦いの準備はできているよ。
土砂降りや。授業はこれで終わりだ。あら、ったく、そうは問屋が下ろさないわよ。悪いけどそこどいてもらうから。さあどうする？行くぞ。行きましょう。エレメントブレイクロット、マレフィックよ、逃がせ。頑張ります。オケリーケネブラ、精神よ、みなぎる力を。さあどうする？わあ、癒やしの奇跡を与えたまえ。マレフィックよ、向かって。
頑張ります。エレメントブレイクロット。エベル。さあ、どうする？お金に止めはつけないわ。さあ、集中してマレフィックよ。逃がて。一発に爆撃してください。オフェリーケネブラ。マジックスピードだ。これでどうする。ライフスピードだ。オーランよ、巻き起これ。いくよ。これは。ライフスピード。よし。傷を癒したまえ。負けません。エレメントブレイクロット。さあ、本気を出そうか。マレフィックよ、逃がて。行くぞ。投稿しエベルよ。さあ、どうする。投降しエベルよ。さあ、どうだ。これでどうか。頑張って確保してください。オフェリーケネブラ。これでどうする。サリサーウェンジマジックスピードだ。覚悟は投降しエベル。なかなか考えがいが。本気マレフィックよ、逃がて。
行きつつ癒しの奇跡を与えたまえ。行くぞ。行きましょう。癒しの奇跡を与えたまえ。精神よ、みなぎる力を。集中していこう、マレフィックよ。逃がせ。それではエレメントブレイクロット、私の番。これでどう？どんなもん？ここには勇気を出してきたんです。私を変えてくれる何かがあるかもしれないって。私の宝物が。トレさん。ところで、そういや、さあさあ、なんと、ふん。さて、いいね。なあ、ううん、え
おま、うん、おいおい、どうも。トレさん、ええ、それでは次の出品です。トレサ・コルツォーネ様、どうぞ。どんな品を出すというんだ。行商人として旅をしているトレサと申します。本日私がお見せするのは名もなき手記です。私は小さな港町の商人の娘です。海の向こうを見つめいつも思っていました。私がしたいことは、本当に手に入れたいものは。そんな時、この手記と出会いました。この手記は名前も知らない誰かのもので、世界中を巡る旅の記録が記されていました。その旅に憧れて私は故郷を立ったのです。一人前の商人になる、それを目標に。たくさんの出会いがありました。ある鉱山の町では同じ年頃の商人と、彼の言葉は人々の心をつかみ幸せにしてしまう。私にはない魔法のような力を持っていました。そして次の町では、手記をくれた船長と再会し、あることを教わりました。宝物についてです。本当に大切なものは一つしかないのだと。探すのには時間がかかりました。でもようやく見つけたんです。たくさんの出会いをくれたこの旅こそが私の宝物です。旅も記してきました。世界は広大で未知にあふれています。名もなき旅人の手記に、私が世界を夢見たように、私の手記が誰かを後押しできたら最高に価値がある。この手記をあなたに届けたいんです。トレサ。
何を言い、ここがどういう場所か知らないらしい。こんな恥知らずな出品は初めてですな。誰かウィンダムの代わりに手を挙げてやれ。トレさん、これにしよう。おいおい、まさか、何の冗談だ。ウィンダム様、失礼を承知で伺いますが、こちらの品物で本当によろしいですか？もちろん構わん。私は取引において二言を用いたことはない。この名もなき手記を娘へ送らせてもらう。ウィンダム様、ああノーは、
お嬢さん。実はな。え？いかにも。トレサ、どうすんだよ、これから。そうだな。一旦故郷に帰ろうかな。商人としてたくさんの経験ができたから、四季に書ききれないくらいたっくさんね。世界の各地で商売して、いろんな人に出会って、あの壇上に立った時思ったの。少しは一人前の商人になれたかなって。それを両親に伝えてあげたいの。顔をするのか今から楽しみだわ。そっか。アリーはどうするの？そうだな、たっぷり稼いだし、俺も故郷に帰ろうかな。親父が待ってる。この金を元手に故郷でもっかい店開くんだ。そっか。お父さん以上の商人になるとさあな。でも なあトルさん。その次会う時は、お互いにもっと大きな商人にでしょ。負けないわよ。いや、素材は悪くないぞ。まだまだ人気足りない。なんてね。ふざけないで。
はっかっか。じゃあまたな。私の宝物はこれからも磨かなきゃ。待っててね。これが商人トレサとの出会いでした。彼女の手記の続きを私は記します。今日も世界のどこかで誰かに幸せを届ける彼女の姿を追って、ノーア・ウィンダム。